今回、上杉陽三にしましょうか。結構有名な格言ですね。なせばなる、なさねばならぬ何事も、なさるは人の情けなりと。結構この言葉有名ですよね。上杉謙信。はい。まあそういうことなんです。でもね、これ面白いですよね。なんかもう何百年前の人がもうなんか解いてるわけですよね。いろいろと。 なんか今いろんなね新しい本とかいっぱい出てますけどもう昔の人がまあいろいろもう個体的な部分をね言ってくれてるのでまあ、それをどう受け取ってどうやるかですね。いってらっしゃい。